はい、すいません、はい、熱いところ申し訳ないです。よろしくお願いします。前節、久しぶりにクリーンシート完封勝利で、はい、勝利できたと思うんですが、改めて前節を振り返っていかがでしたでしょうか。そうですね、1試合通して自分たちのやりたいことが多くできた試合だったと思います。今年の試合の中ではそうですね、一番攻守において自分たちのやりたいことが体現できたのかなと思います。具体的にそのまま体現できてやりたいかったことっていうのは、守備に関しては、前線のプレッシャーからボールを奪い取るっていう形がよくできたかなと。新潟はボールをしっかり後ろからつないでくるっていうカラーのチームに対してしっかり制限をかけることで、相手のビルドアップっていうのもうまく制限できたと思いますし、でそのボールを奪った後に、今度は攻撃の面で、しっかり、幅を使いながらボールを動かして相手を走らせて、で相手がボールを取りに来たら相手の裏を取りに行くっていう、その相手を見ながらボールを動かすっていう自分たちのやりたいことができた試合だったと思います。終わった瞬間は浜田選手も倒れ込まれてたのがすごい印象的だったんですけど、はい、あの辺の気持ちっていうのはどういうところだったんですか。気持ち的には本当に勝ちたいっていう一心で、で決勝ゴールが結構深い時間に生まれたのでより気持ちも入ってましたし、単純に暑さもあったので、で、相手も疲れてるのは分かってたんですけど、ここはもう走り勝った方が絶対にこの勝ち点3をものにするっていうのは自分にも言い聞かせてチームのみんなにも言ってたので、はい、それだけを意識して最後まで走った結果、試合終了のホイッスルでどっと疲れが来た感じです。先ほど自分たちの一番やりたいことができたっていうのもあったんですけど、結構このきっかけになりそうな今シーズンのちょっとここまでの流れ的にもきっかけになりそうな試合かなと思うんですけれども、このあたり今シーズン、のここまでの戦いっていうのを振り返ってみていかがですかね。自粛期間が明けてから、ちょっと勝ち点を多く取りこぼしてるなというふうに思ってます。ただその中でも試合を重ねるにつれて自分たちのやりたいことっていうのはより多く出せるようになってきてますし、課題も一つずつ、なかなか結果には出なかったんですけど、課題を一つずつ乗り越えてこれてるっていう、自負があるので、そこはぶれないように自信を持ってチームとしてやり続けたいと思いますし、今まで、ちょっと難しい時期を過ごした分、苦しんだ分、今後しっかり勝ち点が取れると信じてます。はい、今シーズンはゲームキャプテン、キャプテンマーク巻く試合も多いかなと思うんですけれども、そのあたりこれまでと意識とか今シーズンへの意識みたいなのって変わってるところありますかね。基本的にやることも変わらないですし、その試合への思いだったりそういうのは変わらないんですけど、監督も常々自分がキャプテン、自分のチームでやってほしいっていうふうにみんなに言ってるので、たまたま自分がゲームキャプテンというかキャプテンマークを巻いてるだけだとは思ってるんですけど、その中でもこうやってディフェンスの一緒に組むセンターバックが怪我でいなくなったりとか、退場しちゃったりとか、そういうアクシデントがいろいろある中で自分がこうやって長い時間出続けているので、そこはリーダーシップを取っていかなきゃいけないと思ってますし、個人的にも去年自分はちょっと怪我が多くて試合に出れない時間が長かったりしているので、こうやって連戦ですけどしっかり試合に出続けられているっていうことは幸せだと感じますし、喜びを感じながらプレーしています。今のお話にもあったんですけど、昨シーズンとか怪我も多いシーズンだったかなと思うんですけども、そこを乗り越えて今、全試合フル出場ここのところで過密日程も今シーズンあるっていうところだとは思うんですけど、そのあたり今シーズン浜田選手ご自身の視点の手応えみたいなのはいかがですかね。まだまだもっとできるとは自分で思ってます。
そうですね、自分の目標はチームを勝たせるような選手になりたいと思っているので、そういう意味ではこれまでの試合、さっきも言ったように本当に多くの勝ち点を取りこぼしてしまっていると思っているので、何ですか、自分のプレー、一つのプレーで何かを変えるっていうよりは、自分がいることでチームが勝てる、締まる、そういうような存在になりたいと思っているので、そういう意味ではまだまだなと思ってます。はい、今シーズンそのずっと試合に出続けているというところで、有馬監督結構後ろから組み立てるというところも大事にされているのかなと思うんですけど、はい、改めてまあ、このチームセンターバックで求められていることっていうのはどんなところなんですか。まずは大前提として相手をしっかり潰せる、ハイボールを弾けるで1対1に負けないとか、ゴール前で体を張れるという、そういう守備的なところは大前提として求められていると思います。でその中で自分が求められているのは、その周りに声をかけるとか、リーダーシップだったり、ディフェンスを統率するところを求められていると思いますし、有馬さんは後ろからのビルドアップも大事にしているので、フィードの精度とかもそうですけど、状況判断、相手を見ながらの、相手がこう出てくるからこのプレーが生きるとか、そういう状況判断っていうのは求められているのかなと。細かい技術ももちろんなんですけど、そうですね、味方と相手をうまく見ながら一番効率のいい、ゴールから逆算して一番効率のいいプレーをする、でそれを体現するための最善の準備、そこを求められているのかなと思います。声っていうところもあったんですけど、今シーズンお客さんが声を出せないっていうところで、結構浜田選手をはじめディフェンスラインの皆さんの声がよく聞こえるなと思って上から見てるんですけども、はい、そのあたりはやっぱ声っていうところはやっぱ意識されてる。声はそうですね、昔から意識してます。自分が若い時から、自分が若い時に見た先輩のディフェンスたちはみんな声出してやってましたし、声を出すことで自分のポジショニング修正にもなるし、自分の集中力を常に高いところで保てるっていう効果もあると思ってるので、はい、調子が良くても悪くてもまずは声を出すことって思ってます。今シーズンはちょっと異例のシーズンで、長いこと、中断もあり、サポーターの皆さんも満足に来れないっていうところで、そういう意味で、応援してくださってサポーターの皆さんへの今思いみたいなのはどんなものがありますか。こういう状況の中でもスタジアムに来てくださってるサポーターの皆さんに本当にありがたいと思ってますし、来たくても来れないっていう方も多くいると思うので、そういう人たちに一番やっぱり応援してもらうために、そういう人たちのパワーをもらうにはやっぱり結果を出すのが一番だと思ってるので、やっぱりそうですね、勝利を届けたいですね。負けた試合とかになるとやっぱ新聞とかメディアとかで、あ、ファジャーノ負けたんだっていう風に終わっちゃうので、そこ勝つとやっぱり応援したくなる、スタジアムに行ってみたいなっていう気持ちが生まれると思うので、こういう状況だからこそより結果にこだわって、勝利を多くの人に届けたいし、そういう応援してくれてる皆さんのパワーを借りながら、相乗効果っていうか、パワーを借りながら勝って、でその勝ちをまた皆さんに届けてパワーを生み出してもらってっていう、そういう循環にしていきたいなと思ってます。最初のちょっとお話にもあったんですけど、ここまでしんどい時期が続いて、でも前節すごいいい勝ち方があって、改めて今後のシーズンへの意気込みというのを教えていただいてもよろしいですか。はい、この苦しんだ期間、勝ち点はちょっと取りこぼしましたけど、しっかり自分たち積み上げているものはあるので、それをより今後のシーズンでより結果につなげたいと思ってますし、上位に行くには連勝が必要だと思っているので、ホームアウェー関係なく勝ちを目指してやっていきたいですし、自分たちの目標の自動昇格の J1 目標しているのはまだまだぶれてないし、そこを信じてやっているので、まずは一戦一戦戦っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。OK です、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。